はい、それではですね、今回は、配置の設定をしていただきたいなと思っております。ブログはですね、プロフィールの欄と、全体の欄、例えばこちらが全体の欄ですね。で、これがプロフィールのページ。こっちが全体のページですね。で、これページをですね、この3カラムっていうんですけども、この3カラムの配置ですね。ここにプロフィールがあって、ここに読者がある。ここにテーマがあって、最初の記事がある。これって自分で設定できるんですね。で、同じように、プロフィールも同じです。ここに、ブログの最新記事があって、プロフィールがあって、でここに、ちょっとしたプロフィール、マイプロフィール、好き嫌いとか、これって自分で消す設定できるんですね。でも、この設定をやっていただきたいなと思います。で、まずはなんですけども、まず最初はですね、この、このページにいると思うんですね。で、ここを、こっちの鍵っていうか、このネジっぽい、このギザギザの方ですね。こっちをクリックしてもらいましょう。デザインの変更。デザインの変更を押してもらいます。そうすると、CSS の編集。これ、みんな設定が違うと思うんであれですけども、現状 CSS の編集じゃなかったとしても、既存のテンプレートでいいので、好きなのを選んでもらって全然構いません。綺麗な、自分のイメージに合ったやつを選択してください。で、そのうちですね、有料になるかも、無料でできるかわからないですけども、デザインの方もですね、皆さんにお配りしていきたいなと思いますんで、それまでは、このテンプレートを使ってください。好きなものを選んでいただいて、で、そのデザインにも、できないデザインもあるかもしれませんけども、こっちの現在のレイアウトっていうのがですね、こっちをクリックしてもらって、これ、選べますので、3カラムの右ワイドメニューにしてください。これはいろいろ好きなもので別にいいんですけども、とりあえず一旦は、わからない方多いと思いますので、これに統一しちゃいます。はい、で、こうなりましたと。そうしますと、私のこんな感じみたいな感じで、こうやって3つですね、こうゾーンがあるわけです。これが3カラムって言って、3つ場所があるっていうことです。で、これを設定しましたら、次ですね、その位置ですね、配置をじゃあどうやって設定するかっていうのは、このデザインの変更から、設定ですね。設定管理行っていただいて、このサイドバーの設定っていうのがありますね。この配置設定に行っていただくと、これあります。これが、ここの設定の流れになってるわけですね。これ、そのまま真似していただいて構いませんので、このまま真似してください。で、これフリップラウィンとかあるんですけども、これ入れると、例えば、この余談というか応用編なんですけども、こっちの、フリープラグイン。要は好きなところに、HTML で入れれるっていうことですね。フリープラグインどこだったっけ？ここですね。フライグインの追加。こうしていただいて、HTML を入れていただいてから、フリープラグインを入れてもらうと、動画が表示されたりします。実際に、これプラグインね、動画入ってますんで、やっていますけども、入れると、ここにプラグインね、これ動画が表示されるっていうような。これは応用編なんで今はやらなくていいです。とりあえず外してもらって、これをやってください。で、これ保存していただければ、そのままできます。これでもう、これが全部完成しました。完成ですね。で次は、こっちのプロフィールの方。これを変えていきたいと思います。これはですね、こっちの、これもこっちの3本線の方ですね。プロフィールっていうところの、配置の変更ですね。で、この配置になっているわけです。で、これが、この配置になっているということですね。これを真似していただいていいので、この配置にしてください。プレゼントは別にいらないので、プレゼントをね、こっちにやってしまって、
この順番にするというような形です。で、まあ、質問にもあったんですけども、この自己紹介という部分が、今ここに来てますね、ここ。で、こっちは、まあ、長めのやつを入れていただいて結構というふうに言いました。で、反対に、このフリースペースっていうのは、短めのこの部分ですね。まあ、ある程度端的な、フィルを書くというような感じにした方がいいと思います。まあ、流れ的にね、パッとこうページに取り付いた人は、まあ、ここブログのなんかタイトル見て、プロフィールをね、ちょっとしたプロフィールと普通のプロフィール見て、で、なんか趣味とかあるのかな、みたいに見て、で、その後、なんか、まあ、暇だったらっていうか、時間がある人は、ちゃんとこう読んでもらうっていうような流れになります。まあ、こんな感じでやっていただければなと思いますんで、設定の方をぜひやってみてください。ちなみにですね、この色、背景の変更っていうのがあります。これ、こうやってやれば、これ変えられます。他の人もね、こうやって黒になったりしてる人いると思うんですけども、これ変えるだけで、ここの全体的な色も変わりますんで、まあ、これ変えたい方は変えてみてください。はい。まあ、そんな感じですね。あとは基本情報とか学んで、全然、そんな、教えるっていうようなほどではないです。まあ、そんな感じですね。はい。それでは、今回、この動画は以上になります。ありがとうございました。